ラミロ一世はアストリアス王、ベルムード一世の子、アルフォンソ三世年代記によれば実習を持たなかったアルフォンソ二世の後を継いだ。即位後、彼は王位を散脱しようとしたネポシアーノに対処しなければならず、彼をナルセア側の近くのコルネアーナ橋の戦いで退けた。ラミロ一世は貴族の圧力によって自らの家系による継承が変えさせられる。 選挙王政をやめさせた。即位後に彼はカスティーリアへ向かい未亡人であったパテルナという女性と結婚した。彼の子であるオルドーニョ一世の年齢から考えると、この結婚はラミロ一世にとって再婚であった。ラミロ一世の波乱含みの知性の間、年代記はバイキングとムーア人の両方からの攻撃をかわす必要があったと記している。 彼は844年に起きたバイキングの遠征を知りけている。古い年代記にあるように、ムーア人は伝説的なクラビホの戦いで、ラミロ一世によって敗北している。この戦いで、ムーア人殺しと呼ばれたサンティアゴが白い馬に乗って姿を現したと言われており、イベリア半島においてサンティアゴ信仰が生まれることとなった。846年。 ムーア人の攻撃にさらされた、レオンのキリスト教徒住民がアストリアスへ逃げてきた。レオンは856年にオルドーニョ一世によって、再植民されるまで、無人の地となった。ラミロ一世時代に起きた美術と建築の様式は、アストリアス芸術において、ラミレンセ様式と言われる。850年、ラミロ一世は、サンタマリアデルナランコ宮殿で死去し、オビエドにある。 ヌエストラセニョーラ、テルレイカスト教会の王室霊廟に埋葬された。ありがとうございます。